昨日、八代市の氷川ダム敷地内で導水管から水が漏れているのが見つかり、昨夜から給水対象地域の氷川町のほぼ全域と八代市の一部、合わせて9020戸で断水が発生しています。現在断水している地域では、公園や市役所の支所など6カ所に給水車が配置されています。目処がついてないんでしょ。はい、ちょっとまだ分からないですね。もう怖い、分からんかった、困ったね。八代生活環境事務組合によりますと、導水管の漏水は止まったということで、明日朝までには給水を再開したいとしています。